チャレンジを遊びたいと思います。こっちはあります。なんていうのピースだって。これアクリバニーズも後で使います。はい、もうすぐ何の日？イースター。卵にルーベキューをしてイースターバニーを作りたいと思います。これ全部さ、やりたい。それ最後に開けるの。わー、これクリップもらってる。中に入ってたのはこんな感じです。中に入ってたのはこんな感じです。インクとくるくるする紙の柄と、これをくっつけたらここに置くんです。ゆで卵ですね。こんだけもう茹でました。卵はあの色のついてる卵じゃなくて白の卵を使うと綺麗にできます。まずこの白いものをこの中にセットして、そしたら、このインクをこの中にポタポタポタって垂らして、そしてこの卵をこの中に入れて、そしてこれを閉めて、くるくるします。よし、じゃあポタポタってかけます。いいんじゃないでしょうか。じゃあプッシュ、くるくるしました。いきます。いっせーの。ブルーを入れます。次は紫を入れます。はい、いっせーのせ。完成でーす。お姉ちゃんのプープー。うん、お姉ちゃんやってくれる。うん。取れなくなった。じゃあ2回目スタート。おー、できた。そしたら次じゃあ、あーちゃん拭いてあげるね。はい、よし。次は何色にしますか。次はグリーンにします。はーい、ゆりちゃん見る、見せてカメラね。ほら、イエーイ、綺麗にできました。わっちゃうよ、わっちゃう。じゃあ、あいちゃん、トングで取ってください。はい、トングです。 Oh my god! What? OMG! OMG? It's OMG! It's OMG! OMG means oh my god! おー、エミリー、綺麗。拭いてなかった。もうやだよこんなの。でででで。でででで。あともう一個。おお、じゃあ見て。できた。完成しました。完成と思いきや、最初なんて言ったっけ。うさぎ。うさぎを作ります、これから。このお顔シールとうさぎの耳。バニーを作ってみたいと思います。今から耳をつけていきます。もういたたたんたんたん。たたたんたんたん。アリバニー、ピアスついてます。黄色いの。わかりますかね。ピアスアリサバニーです。かわいい。どうしたの、エミリー。これをつく。どうしたの。あ、じゃあセーフだった。うん、あ、かわいい。
あ、かわいい。おお、いいねー。てててて。え、エミリは全部ハチマキバニーなの？それ。何ちゃんそれ？ウサギちゃん。そのまんまじゃん。おみみちゃんはどう？うん、おみみちゃん。おみみちゃん。で、この子の名前はおやふきって言ってるから おやふき、イヤリングちゃん、色してるから緑ちゃん、黄色の匂い色してるから黄色ちゃん、黄色ちゃんさ、耳が黄色だから。へぇ、まあ、これがね、ちっちゃい子供で、これが大きい子供で、これが一番ちっちゃい、ね、子供。オッケー。じゃあ、エミのは名前は、ネーミング、はい、どうぞ。これはグレーっぽいから美人ちゃんで、これはアッポーとパイナップルがミックスしてるみたいだから、ペンパイナップルアップペンね、ペンパイナップルアップペンじゃん。長くね。これはマスターマスターちゃん、うん、これはね、一番真ん中にいて、すごくこの子が一番可愛いからマスター。水ちゃん、水ちゃん、何なんで、意外にどうして、 why？あ、これ地球ちゃんにしたら、やだ。アースちゃんは地球ちゃん。そしてこれがブドウちゃんにしたら、ブドウ。地球ちゃんとブドウちゃん、はい、スイカちゃんとブドウちゃん。オッケー。コロコロするところが楽しかったと、あとでもさ、これダメじゃない？これなんか全然ダメだったね。それがダメと、で、名前ブドウちゃんとかさ、名前がペンパイナップルアップペンとか美人ちゃんとかお名前が面白くて、でコロコロするのが楽しかった。アリちゃんはこのウサギちゃんがすごいね、可愛くてね、うん、美人みたいだった。同じコメントもらいただきました。Done.